松平忠輝、江戸幕府初代将軍、徳川家康の六男である。家康の息子と聞くと、輝かしい未来が約束された御曹司の姿を想像しがちだが、忠輝はその生涯のほとんどを幽閉されて過ごすことになる。彼はなぜそんなにも長い期間幽閉されなければならなかったのか、その切なすぎる生涯を振り返る。チャプター1、父家康から嫌われる忠輝。1592年、江戸。徳川家に忠輝は生まれた。忠輝。彼の父親は徳川家康、後に江戸幕府の初代将軍となる人物である。忠輝はそんな家康の六男として誕生した。広大な領地と絶大な権力を持つ父親のもとに生まれた忠輝の未来は輝かしいものになるはずだった。しかしそうはならなかった。忠輝は父家康から嫌われていた。忌まわしい。父上。忠輝が家康から嫌われた明確な理由はよくわからない。母親の身分が低かったから、顔が醜かったから、双子だったからなど諸説語られている。またかつて自分が切腹させた長男信康に忠輝が似ていたからという説もある。いまいましい。理由ははっきりしないが、家康に嫌われた忠輝は徳川家から遠ざけられて養育された。彼は幼少期を下野の国栃木で過ごした。なぜ私はこんな扱いを受けるんだ。チャプター2、不遇な扱いを受ける忠輝。忠輝が8歳の頃、1599年、家康の七男松千代が幼くしてこの世を去った。殿、松千代様が継ぐ予定だった長沢松平家の家督はいかがしましょう。あいつに継がせればよい。こうして忠輝は弟が継ぐはずだった長沢松平家の家督を継承した。この家督継承により忠輝は武蔵の国に1万石の領地を持つこととなる。私は松千代の代わりか。この時の忠輝の心境はいかほどだっただろうか。その後徳川家は関ヶ原の戦いで勝利して江戸に幕府を開いた。日本全体の政治は徳川家が牛耳ることとなる。そんな中、忠輝に任される領地も徐々に大きくなっていく。1603年には信濃の国に12万石の領地を与えられている。ただし他の兄弟たちと比べると石高はかなり少なかった。さらにまだ幼少の弟たちよりも少なかった。忠輝の扱いは不遇であった。なぜですか父上。そんな中、忠輝の生涯が好転する出来事が起こる。チャプター3、伊達家と忠輝。1606年、忠輝は伊達政宗の長女いろは姫と結婚する。私の名前いろはって言うんですけど、漢字で書くとごろはちなんですよ。男っぽい名前だと思いませんか。うむ。急になんだ。父上が男の名前しか考えてなかったから、そのまま読み方変えて流用されたんですよ。女か。ゴロハチはイロハとも読めるから、それで行こう。それで行こうじゃねえんだよ。いい加減ですよね。愉快な人だ。忠輝とイロハ姫は良好な夫婦関係を築いたという。おいおい、父親の悪口を言うもんじゃねえぜ。父上。まあ仲良くやろうや、忠輝殿。はい。忠輝は義理の父親となった政宗とも良好な関係を築いた。この婚姻により
忠輝は東北地方に強い影響力を持つ伊達氏の後ろ盾を得ることとなった。結婚から数年後、1610年忠輝は越後の国に領地を与えられ、計45万石を有する大名となった。ここを良い国にしよう。忠輝は高田城を築城し、真面目な領地経営に勤しんだという。共に頑張ろうぜ。はい。領地が近くなったこともあり、伊達氏とのつながりはより強くなった。伊達氏との婚姻以降、忠輝の生涯は好転し始めた。彼が19歳の頃である。いい感じ。それから数年後、忠輝は全てを失う。チャプター4、大失態。1614年、大阪冬の陣、江戸幕府と豊臣氏との間で大きな争いが発生した。この合戦で戦乱の世は終わる。最後に華々しく武功を挙げてみせる。大阪の陣は時代の節目ともいえる大きな合戦であり、幕府方の武将たちは勇んで参戦した。よし、私も。忠輝も大阪へと向かおうとしたが、お前は留守番だ。え、忠輝は江戸の留守居役を命じられ参戦できなかった。なぜだ、なぜ私には活躍の場すら与えられないのだ。この時参戦できなかった焦りもあったのかもしれない。忠輝は翌年に発生した夏の陣で生涯を揺るがす大失態を犯してしまう。1615年、大阪夏の陣、一時休戦していた江戸幕府と豊臣氏が再び激突した。今度こそ合戦に出る。忠輝はこの合戦に参戦している。あまり勢いすぎるな、忠輝。はい。そして、おやめください、忠輝様。合戦の中で忠輝は兄秀忠の家臣を切り殺すという事件を起こす。連絡ミスが原因で揉めた末に忠輝が癇癪を起こし切り殺した。その結果、合戦にも遅れて到着するという失態まで犯した。兄上、父上、私はもう黙れ、忠輝。私は大阪夏の陣は江戸幕府の勝利に終わる。どうにか救ってやりたいが、これは。江戸幕府の中で忠輝の立場はなくなった。チャプター5、家康の死。大阪の陣終結の翌年、徳川家康が危篤状態に陥った。この時家康は秀忠をはじめとした息子たちをそばに呼んだ。後のことはお前たちに託したぞ。しかしその場に忠輝は呼ばれなかった。頼む、父上に会わせてくれ。最後に立ち会わせてほしいのだ。忠輝はあらゆる手段を尽くして家康との面会を求めたが、申し訳ないが断るよう言われております。忠輝の希望は叶わなかった。そしてそのまま家康はこの世を去った。チャプター6、67年間の幽閉生活。家康の死後、お前は流罪だ。兄秀忠は忠輝の領地を没収して流罪とした。処分の主な理由は大阪の陣での失態である。また伊達政宗とともにクーデターを計画していたという噂が広がったことも処分の一因だという考察もある。こうして忠輝は身分も領地も失い流罪人となった。彼が25歳の頃である。忠輝は伊勢の国、飛騨の国と流され、最終的には信濃の国諏訪に流された。いっそのこと死罪にしてくれ。忠輝は死罪を望んだが叶わなかった。流罪となってから67年後、父上、私はなぜ。1683年、信濃の国諏訪にある高島城にて忠輝はこの世を去る。享年92。この時五代将軍徳川綱吉の時代に入っていた。
忠輝の死から300年後、1984年、忠輝の菩提寺の住職が忠輝の赦免を思い立つ。そして徳川宗家に働きかけたことで赦免が実現した。赦免から3年後に行われた法要には、伊達家や諏訪家、家臣の子孫などが参列した。赦免状を読み上げたのは、徳川宗家、18代目当主の徳川恒孝であった。松平忠輝、徳川家康の六男である忠輝は、その生涯のほとんどを幽閉されて過ごした。忠輝は、92年間の生涯のうち、実に67年も幽閉生活を強いられました。ただ、最終的な流罪先となった諏訪では、ある程度自由に行動ができたようで、地元住民と交流したり、諏訪湖で泳いだりしたそうです。今日の名言。憎しみとは、脅されたことに対する臆病者の仕返しである。次回の日本史漫画は、室町幕府を作った男、足利尊氏の生涯。